はい、やれた。うっそー、フルートがマジでやられた。開始10分でもういろんなドラマがあったぞ。死のうから勉強させたぜ。またつまらぬものを着てしまった。フランさんぽい。ほら、古墳の王来たよ。あ、いるわ。古墳の王がいるわ。あれ、え、あれどこどこどこ、どっか行ったぞ。バグってる。どこに消えたん。でも最後の一撃で、オッケー。いやいや、めっちゃ読んでるやん。あったあった、地底の王の打倒者あった。何だったんだよ、あの最後の。あれ、人食いのプルートってこんな装備やったっけ。全部一式なくしたから。あ、あるもの着せた。そうだった、そうだった。どうした、消えてる粛清や。何が違う。あれペットは、馬小屋は、動物小屋は、こいつらに壊されたん。そっか、共存できてると思ったけど、やっぱりこいつら凶暴だったんだわ。でも建物も壊されんのかな。いや、わからへんけど、やっぱりこいつら凶暴だわ。早いことこの闘技場完成させないと。ここをペット小屋にしないと。闘技場な、作るわ。まあでもここにほら、グラムのペットは生きてるよ。うん。今日はこの辺にある古墳の王を倒して手に入れられる武器のレシピかな。その武器のレシピがそこそこいいらしいね。ゆくゆくはこの雪原地帯のキンスカージを倒したいから、この古墳の王で手に入れた武器を触れるようになって、いよいよキンスカージへの準備をしよう。その前にこの辺にあるオベリスク同調させよう。じゃあデーモンの血を持っていこうか。あー、虫や、引き連れていくわ。意外としつこいんだよね、その虫。下から行こうっとジャガーの幼体だ、強固体になるやつだ。とりあえず上だね。上、上に上に行けばいいね。お水、お水を忘れてきたん。お水、うん、ここで飲んでいくわ。皮袋忘れてきた。うん、それ持ってる。誰かとやるやつ。え、嘘、でかいと思ったらボスやん。マジか、逃げ、早く逃げ。ペットが死ぬ。あ、じゃあ倒してしまい、早く倒してしまい。助けに行くわ、今。なぜそこにボスがいたんやろ。わかんねえ、初めてだよ。うわ、ちょっと待って、ドラム死ぬ。それ、コンボちゃうの。死んだ。違うよ。違う。あー、やばい、死ぬ。ペット死ぬわ、もう。オッケー、もう、行くわ。早く行くわ。あ、ダメだ。そうそう、そのあたりだ。これ？そいつだよ、そいつだよ。無視してて、こっちを。ブルートだといけるかも。だな。お前さん、結構食らうと思うよ。ほら。やばいな。うん、やばい。あ、やばい、殺された。大丈夫か、ブルートいけるか。ヤマタイの刀持たしてるから。マジで、まさか序盤で全滅ちょっとおりゃ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 、序盤で全滅は避けたい。ブルート死んだらやばいな。ブルート死んだらもう古墳の王はもうやめだよ新巨大ジャガーって書かれる。ブルートが静止してる。オッケー、戦い出した、戦い出した。でもブルート若干やられそうになってる。そんなに強いの。半分まで減らされてる。うわ、またやられた。あかん、マジで。あ、はい、やられた。うっそー、ブルートがマジでやられたよ。やばいな、あの巨大ジャガー。撃てるよね。取らしてくれへん。ちょっと引きつけるね。じゃあこれを取るわ。うん、取って。ブルートのも、よし、取れた。なんで僕癒しの矢使わへんかったやろ。ほんまや、癒しの矢使えばよかった。さあさあ、もうそろそろいいかな、変わってもらって。うん、どこにいんの。下で追いかけごっこしてんだよ。よし、行こう。仕方がない、二人で倒せるよ。始まって10分でほぼ全てをなくしたぞまた奇跡だぞ。開始10分でいろんなことがあったぞ。開始10分でもういろんなドラマがあったぞ。ピンチだよ、大ピンチだよ。でもこれまでも切り抜けてきたから。そうだな、なんかまたここルートが表示されそうな、ああ初めて来るエリアだけど、とりあえず、うん、オベリスクだ。ここだ、ここ。この湖のとこだ。死の丘だ。ここが死の丘か。あ、ほんとだ。誰かの拠点あるよ。立派な拠点だよ。ほんとだ、ほんとだ。この辺にオベリスクがあんね。あれじゃね？ほら。あ、ほんとや。あった。ね、じゃあ、あれに行こう。うん、堕落してってる。え、堕落するんだ、ここ。プレイヤーさんの拠点だね。あれ？オベリスク通り越した？あ、あれだ。登れそう？登ろう。あかん。めっちゃ堕落してる。はい、あれか、同調させた。逃げろ、はい、早いな、堕落していく。ほら、終わったよ。早いな、もうなーそう。そんなとこから行ったん。とりあえず行けた。よし、同調させたぜ。じゃあ、古墳の方行こうか。うん、なんだろう、これ。これ登った、丸いパンケーキみたいな。いや、登ってないよ、何それ。なんだろう、落ちたら終わりっぽい。あ、
なんかいる。大丈夫？やばい、やばいと思うし、入らない。あ、入り口があるっぽい。ほら、入れるんだ。幽霊いる、幽霊いる。やばい、やばい、やばい。ごめんなさい。なんだ、なんだ。追いかけられてるで。ほら、なんか追いかけられてる。はっはっはっは、みたいなこと言われてるで。全然聞こえない。あ、でも大丈夫だ。こっちには追いかけてきてない。朝になるの待つ？いや、行くか。まあ、行けるとこまで。いて、いて、いて、なんか、すごい。あ、これほら。うちで働きませんか？勧誘してる。うちなら卵10個あげますよ。馬もあげますよ、馬も。この拠点の方、闘技場だよ。闘技場の扉だよ、これ。あ、マジで？うん、ほら。あ、これが闘技場の扉な？そうなんだよ。かっこいいやん。でもガバガバですやん。これ、通り抜けめっちゃできますやん。ひらさん、ここ浅瀬だよ。行く？もう行く？ワイトとやらもいるけど。やばい、グラム。どうした？持ってくの忘れた。何を？寝袋。あ、僕も。こいつらと来たら。で、繊維集めたらできるだろう。うん。え、何や？来た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 。助けてください。いやー、ネームドさん助けてください。こいつらです。川渡ってきた。わ、ちゅう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 。登って、こっち早く登って。いけぞいけぞ。いける？頑張ろう。やられて頑張るかしない。よし、やってやったぜ。おせえ。どんなもんだ。切られてる。痛い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 。任せろー、今度こそ。その武器は。任せろ。ブルートが持ってたやつじゃないか。だから強気やね。伝説の武器。俺に任せろ。よし、またつまらぬものを着てしまった。あそこになんか門があるよ。来たんじゃない？来たんじゃない？もう来たん？あ、またなんか来た。またかよ。アンデッド来た。よし、まあ二人いればなんとかなるだろう。ここに置いたん？うん。じゃあ僕も置くわ。だってあそこの見て、門見た？見てない。あそこっぽいよ。なんだって、一見読めなかった。え？なんか埋葬する場所みたいな感じ？怖いね。タバだね。たまに当て字っぽい感じが多いからさ。アンデッドいっぱいいるよ。いや、これはやばいな。これはやばい。めっちゃいる。ちょっと一匹ずつ倒そう。そうしようか。カモン。あ、2匹来た。うわ、また奥から3匹。いや、やばいやばい。これ逃げた方が良くない？あ、分散されたで。匹じゃあ1匹ずつ、こっちは、こっちやるわ。こっち2匹だよ。そっちずるいやん。伝説の武器のくせに1匹。助けに行くわ。倒れてくれたら。やばいやばい、死ぬ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 。逃げて逃げて。よし、倒した。アロエキス。え、もうそこでアロエキス使うの？早く。連れてきたよ。連れてきたよ、後ろ。え、連れてきた？後ろ。どこどこどこ？後ろだ。わあ。よし。ありがとう。危なかったな。いや、ありがとうなんかこれ。危なかったな。ほんと、またつまらぬものを切ってしまったようだ。これ、ヒラってやつつけてみたけどどうかな？露出度高すぎるんやけど。まあまあ、僕が言うのもなんやけど、ほとんど切られたらおしまいやな、それ。え、ほんまにここで合ってんの？やばい。ちょっと、もう、走り抜けるよ。お、オッケー。いっぱいいるやん。ぽいぽいぽい。フライさんぽい。ほんと？アングリ、口を開けてる洞窟がある。アングリ。ほら、古墳の王来たよ。よし。じゃあ行く。行くよ。お、来た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 。さ痛い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 。ささ。やばいって。くらくらくら。入ってきたで。一緒に入ってきたで。あ、来たか。じゃあもうやるしかないな。こんなんで古墳の王倒せるのかな。どこ行った？消えた。消えた？あ、消えたな。あ、いるわ。何？どこ？古墳の方がいるわ。やばい、私こんな古代の名士で戦えるかな。ちょっと装備確認しよう、お互いの。とりあえず卵焼きセットした。フラさん、じゃあ癒しの矢を売ってくれない？私に。オッケー。ドーピングですね。じゃあ行きますよ。薬物をちょっと売ってください。あ、どう？うん、順調に回復します。危なかったらまた売ってあげるから。なんで押すんだよ。早く行けよ。なんで押すんだよ。来た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 。でかい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 。長身長身でかいぞ。ちょっとバー見えへん。バー見えへん。ほんとや、でかすぎてバーが見えへん。いけるいける。でもあ、でも大したことないやん。多分あのジャガーより弱いかも。なんなら外にいたやつの方が強いで。ほら、もう半分だよ。ジャガーの中ボス。マジかよ、あのジャガーの方が強いっていう矛盾。もう半分いってるよ。頑張れ。でも油断できないよ。いや、声だけだよ、こいつ。声だけの、ただでかいだけの声だけのやつだよ。こっち誘導、こっち誘導誘導。行くよ。もうちょっとだね。もうちょっと。あ、これだね、レシピ。あれ？え、あれどこどこどこ？どっか行ったぞ。え、どこ？透明になったで。土潜った。
マジで？もたもたしてたから？バグってる？どこに消えたん？下下下。いや、わからへんわからへん。あ、やばいやばいやばい。何？殺される。声はするよ。え、何？やばい。死ぬ。潜ってる潜ってる。ほら、出てこい。どこ？あともうちょっとなのに。この下に潜ってやがるよ。え、マジでわからへん。意味わからへん。どこにいんの？ちょっと待って。バグラグ。バグバグ。え、下にいんの？うん。え、死にそう？大丈夫？もうちょっとだよ。じゃあ、赤い役するわ。下にいるわ、ほんまに下にいる。ほら、ここ。ここは終わりなんだけど。意味がわからへん。これ無敵やん、そんなん。顔だけ出してる。え、そんなん無敵やん。バグってんの？ちょっと戻ってき、死ぬって。こんなん無敵やって。でも最後の一撃で、OK、倒した。倒した？ど、なんで？何やったんや。何やったん？とりあえず、撃っといてあげるわ。はい。ありがとう。そうです。何やこいつほんま。え、意味がわからへん。どういうこと？潜っとったな。潜ってたよ、最後。よし。じゃあ、とりあえずレシピ取ろう。これこれ。ちっちゃいやつ。あ、これ？うん。新技能習得。地底の王の打倒者。いただきました。いただきました。それです。いやいや、めっちゃ読んでるやん。必死になって読んでるやん。あったあった。地底の王の打倒者あった。レベル60からだよ。え？またレベル 60？ 私でもここで52になったから。何だったんだよあの最後のねえ地底に潜るって補足な王だったね。ほんと古墳の王へ行くには犠牲が大きすぎたね。ほんとやな。まさかこんな結末になるとは。